ました。皆さんこんばんは。こんばんは。この子ですよ。耳付きの、なんだろうこの子。こんばんは。はい、今日は月曜日ですね。皆さんは何をしていましたか？お仕事とか学校かな。昨日ね、ミーグリがあって、ミーグリでも明日からお仕事頑張りますとかすごいいっぱい言ってもらえたので、私も今日は学校と一個お仕事はあったんですけど、ここに行きました。そこまずね、そうだ、紅白も先ほど発表があったんですけど、ありがとうございます。乃木坂46は今年も紅白に出演させていただけるということで、ありがたいですね。はじめまして。お、はじめまして、こんばんは。そう、本当に紅白はやっぱりいつもこう支えてくださってる皆さんがね、いないとやっぱりできないことですし、曲をたくさん聴いてくださったり、ライブに来てくださったりとか、あといっぱいお話ししてくださったりとか、こうメンバーの頑張ってる姿っていうのをやっぱり支えてくれるみんながいないとできないことなので、本当に感謝です。ありがとうございます。皆さん、そうなんですよね。そう、選抜、あ、そう、選抜、そうだ、選抜発表以来初めての乃木曜日だ。あの、はい、という改めまして、34枚目シングルの選抜メンバーに選んでいただきました。皆さんありがとうございます。いやー、本当にありがたいです。なんかすごくやっぱり、不安なこともたくさんまだね、あったりはするんですけど、やっぱりなおちゃん、隣にいるゆめきなおちゃんとかにすごいたくさん支えられて、一緒に頑張ろうって思えてるのと、あとはみんなから昨日のミーグリとかもそうなんですけど、レターとかでもお祝いの言葉をいっぱいもらって、すごい笑顔になりました。もう初見です。ありがとうございます。こんばんは。ありがとうございます。そうだね、楽しんで、まずは楽しんで頑張ります。里崎さんに、あ、そう、里崎さん、乃木坂野球部の里崎智也さんも選抜メンバーおめでとうというお言葉をですね、なんだっけ、 X、 旧 Twitter で出会ってるよね、で言ってくださってて、本当にすごくありがたいですし、今回野球部からはあと葉月さんも選抜メンバーで、後輩は直持ちもね、今回3人で初選抜をやらせていただきます。本当にありがとうございます。そうなんですよ、実は里崎さんがね、気づいてくださったんですよ。あ、そう、プロス、あ、そうだ、土曜日もね、皆さんプロスピのリアルでお会いした方も、配信で見てくださった方もありがとうございました。そうなんです、土日月ですね。そう、里崎さんありがとうございます。そうですね、本当にそうです。こんばんは皆さん。はい、ということで、あ、そう、明日ね、生配信もある。あの、明日モノポリー、カッキーとさくちゃんがセンターのモノポリーのね、初披露も夜 YouTube であるということで、ぜひ皆さん楽しみにしててください。どんな感じなんだろう。はい、ということで、ちょっと一回先に、なんだっけ、乃木曜日選手権やってからまたトークしたいと思います。今日は見てください、この動物たちに耳がついています。耳をつけました。そうなんですよ、かわいい、ハロウィンみたいですって。マネージャーさんと一緒に耳をつける作業をしました、この前に。そう、初の試みだって。やっぱりそうだよね、なんか耳ついてるのあんまり見たことない。はい、ちょっとじゃあ早速ね、違う、前回メンバーからの宿題を一回やりたいと思います。
ってことで、はずきさんだったんですね。ちょうどはずきさんも選抜、一緒に選抜メンバーとして活動させていただくはずきさんです。はい、ということで次回メンバーさんへ、超可愛く秋に食べたいもの言ってということで、はい、はずきさんから宿題をいただきましたのでやりたいと思います。はずきさんはね、プロスピでも土曜日もそうですし、8周年特番とかでもご一緒させていただいて、本当に何だろう、いっぱい普段からこうメッセージでプロスピのことを聞いてくださるんですよ。このガチャってこういうこととか、このイベントってどうすればいいのっていうのをよくやり取りしていて、最近はねバウアー選手を獲得したって土曜日もおっしゃってました。ちょっとね、今度対決があるので12月23日に、なのでちょっと頑張りたいと思います。なんだっけ、超可愛く秋に食べたいものを一回言います。なんだろう、秋に食べたいもの、でも本当に結構私お月見系が好きで、例えば月見パイとか、お月見、月見団子、お月見団子とかもすごく好きなので、今日はお月見団子にしたいと思います。じゃあ可愛く言えばいいんですね。あ、焼き芋も確かに、小籠包はねなんか秋なのかな、なんか一年中って感じがするので、お月見シリーズでいきます。いきます、お月見団子こんな感じです。はい、ありがとうございます。紅はるかね、紅はるかも美味しいですよね。すごい、同じはるかで多分かけてくれたのかな。あー、確かにサンマ、秋のものっていっぱいあるんだね、そう考えると。そう、おかわり何で、ね、じゃあお月見でおかわりしよう、いきます、お月見、はい、ありがとうございました。こんな感じです。みんなね、どの季節が好きなんだろう。なんか秋もね、秋で最近寒くなったり暑くなったりしてて、すごい服装に迷うなって話をさっきもねしてたんですけど、そう、さっきマネージャーさんとなおちゃんとしてました。ストーブ、いや、ストーブ、そっか、もう出す時期なのか。なんかね、お布団とかをそろそろ出す出さないとか、上着をもう一枚持っていくか持っていかないかっていうのがすごい迷う季節だなって思いますね。じゃあそろそろ脱ぎ帯選手権会やりたいと思います。今週はそっか月曜日なので、私が一人目なので、今週の競技をまず発表します。今週の競技は ABC マグネットです。はい、ここにね、こういう風に A とかマグネットになってるんですよ。それでこのホワイトボードにアルファベットのマグネットを A から Z まで順番に貼っていって、週の中で最も早く A から Z まで貼れたメンバーがご褒美をゲットです。もちろん、順番が間違えてたら失格だそうです。多分順番は大丈夫だと思うんですけど、どうなんだろう。これでもさ、一番目だからさ、どんぐらい早いのが普通なのか分かんないね。あとここにね、すごいぐちゃぐちゃに置いてあるんですよ。 ABC がこう順番じゃなくてわーっと置いてあるから、それを見つけるのも結構大変かも。頑張る。そう、なんかどんぐらいがね、あ、でもそう、失格はまず、失格するよりはちゃんと途中で確認しながら行った方がいいかなとは思うので。そうだよね、そう、やっぱそうだよね。なんか失格はしないようにちゃんと何見ながら行きたいと思います。じゃあいいですか皆さん、レイチェル頑張れ。お、あれが、とりあえず行ってみよう。確かに、とりあえずじゃあ行ってみます。行きます、よーい、スタート。始まりました。 A、 あー、 B、 C、 D、 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 D、
これ難しくない？ G、E、え？まあまあ順調？ F、G、H、I、J、J、K、L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 、M、M、O、P、Q、R、S、T、U、V、W、X、Y、Z、終わりました。合ってますよね。 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Q、R、S、T、U、V、W、X、Y、Z。 え、正解じゃない？うよかった。とりあえず失格は大丈夫でした。ということで私はですね53秒06だそうです。わーい。まあまあ、え、どうなんだろうこれ。でもさ、え、どうなんだろう、全然わからないな。これって早い方だと思いますか？どうだと思いますか？ちょっと皆さんの意見をちょっと待ちながら書きたいと思います。53秒06、どうなんだろう。はい、できました。え、いい感じ。いや、そうなのよ。なんでまだ一人だからね、1位なんだよね。はい、とりあえず月曜日53秒06です。963963って難しくない？ 96 秒30ってこと？どうなんだろう。確かに。え、まあまあ？どう？え、どうなんだ？ 1位。え、優勝確定？本当に？本当に言ってる？本当に？明日のメンバーが、あれだね、どれぐらい。待って、間違えるメンバーとか、いぶきなおちゃんとかだったら、ちょっとあちゃーってやっちゃいそうな気がするから、メンバーによるなっていう感じはします。俺の方が早い。本当に？本当に言ってますか？どうなんだろう。あ、れいちゃんとか確かに、なんか、5個くらいとか一気に手で持ってパーって並べそう。そう。そんな感じですね。はい、ということでここからはですね、いっぱいお話ししたいことあるので話したいと思います。まずはさっきも言ったんですけど、11月14日明日ですね、火曜日夜8時半からモノポリーファーストライブ初披露がですね、配信中で生配信があるので、皆さんそちらもぜひご覧ください。わーい。そう、本当に選抜発表のことで言うと、選抜発表があった後に梅沢さんとかもだし、あと卒業生の先輩で言うと真夏さんとか彩音さんもすごい連絡してきてくださって、すごい頑張ってねっていうので嬉しかったんです。わい。そう、すごい嬉しくて、あとセイラちゃんとかもね、送ってきてくれたりとか、たくさん連絡をもらって、マネージャーさんとかも連絡してくださって、すごい嬉しかったです。そう、本当に素敵な先輩ですね。本当に愛されビンゴ。ありがとうございます。いや嬉しい、本当に。いや本当にね、そう、私も直持ちとかにもメッセージ送って、一緒に頑張りましょうね、びっくりっていうのが返ってきました。嬉しかった。そうなのでね、またこれから、まあ、紅白歌合戦とかもそうですし、発表されてるので、水曜日の5時半からテレ東の、テレビ東京さんのテレ東60音楽祭ですね、とかミュージックフェスティバル2023とか、あとは11月16日木曜日夜7時からのベストヒット歌謡祭もあります。あるので、そ
ちらもね、ぜひ楽しみにしててください。はい、あとはそれで言う流れで言うと、11月17日金曜日にプライムビデオさんで、アジアプロ野球チャンピオンシップっていう大会があるんですけど、それの日韓戦のゲストとして出演させていただくので、そちらもぜひ皆さん楽しみにしてください。それに向けてっていうのもあるんですけど、ちょうど今侍ジャパンの応援キャンペーンで、あの X の応援キャンペーンに、あ、旧 Twitter の応援キャンペーンの C 賞に、あのサイン入りチェキも出て、写真も出てるんですけど、サイン入りチェキの応募があって、それも侍ジャパンのユニフォームを着てる写真で撮ったチェキは本当にそれが初めてだったので、私の人生初侍ジャパンユニフォームチェキを皆さんぜひ応募してゲットしてください。お、応募しました、ありがとうございます。いや嬉しいね、本当に。そうなのでね、それもですし、あと12月23日のプロスピーエースリーグの、東京ドームシティのプリズムホールのチケットもちょうど今発売していて、抽選のが発売してて、それも乃木坂野球部のエキシビジョンマッチがあるっていうのがね、昨日発表があったんですけど、そこでもどんな戦いがあるのかそう、ぜひ近くでね、リアルでプロスピの対戦様子が見れると思うので、そちらもねぜひ皆さん来てくれたら嬉しいなって思います。お、いい日本シリーズ当たった、おー、ありがとうございます、嬉しい。そう、たくさんね、今日はね、盛りだくしょんなの、盛りええー、盛りだくさんですね盛りだく恥ずかしい恥ずかしい、盛りだくしょんってなんだろうね、盛りだくさんですねエキシ、え、わかった、エキシビジョンとも去ったんだ多分恥ずかしい、これから盛りだくしょんってことにしとこう、盛りだくしょんなので楽しみにしててくださいやらかした、本当です、やらかしました、やらかしたやらかしたってあれですよね、楓さんの乃木中の特殊フォントみたいなやつですよね。いや恥ずかしいな、そんな見せり方をするとは思ってなかったな、イエーイって言われちゃってるそんな感じですね。あと他にも生誕グッズもね今発売されてて、あのちょうどそのバッグとか T シャツもなんですけど、バッグとかもあって、そのデザインが公開されたらすぐにマネージャーさんからこれは欲しいっていうメッセージだけ来てそうなんです、結構すごい、マネージャーさんがあの日産スタジアムのライブの時とかも、なんていうんですか、こうメインステージがあって花道があってすごい遠いとこにもう一個ステージがあって、あれを私たちは B ステとか言うんですけど、その B ステの下まで運んでくれたんですよ、そのカバンを。だから皆さんもぜひね、普段マネージャーさんもあのライブ会場で走カバンとともに走ってるんですけど、皆さんもぜひあの普段なんか一緒に持っていろんなとこに行ってくれたら嬉しいなと思いますマネージャーさんからも好きすぎるなっていや嬉しいですね、ありがとうございます、本当に。そう、あのね、もう出てて、ちょっと今見せられないんですけど、あのもう実際ね、そのサイトに行って見てもらえれば分かるんですけど、 QR コードもアップにすると分かるんですけど、ついてて、その QR コードはちゃんと飛べるので、どこに飛ぶのかっていうのもね、ぜひ届いたら楽しみにしてほしいなと思います。マネージャーさんと私とお揃いです盛りだくしょんだねって言われてる、そう、盛りだくしょんです、本当に。で本当に QR でもね、マネージャーさんも QR コードは初めて見たって言われました。そう、楽しみが増えた、ありがとうございます。ぜひね、まだ注文したよって言ってくださった方もいるんですけど、まだだよって方はぜひね、この後配信終わってからすぐに注文してください。あ、そうだ、カレンダーも、そうだ、カレンダーもね出てるので、ぜひぜひ皆さん
見てくれると嬉しいです。はーい、ありがとうございます。嬉しい。 いや、どうしよう、またあだ名が増えちゃった。くろみ、森ダクション、はるか、何個あるんだろう。 いっぱいある。久保さんのさ、オールナイトニッポンとかだと、くろみ、MLB はるか、プロスピはるかとか言われてるんですけど、森ダクションも入りました。購入するみんだって。おー、ありがとうございます。嬉しい。あとは、そうだね。そう。先に、明日のメンバーの一回宿題やってもいいかな。なんか宿題と絡め、のメンバーと絡めたいので、このトークは。一回先にね、やっちゃいますね。そう。明日のメンバーは、誰かと言いますと、トゥルル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 
今舞台をリリアさんと一緒に頑張ってて、一巻いごめんなさい、一旦一区切りなんですけど、またねあるので、まだ公演残ってるので、そんなリカちゃんに向けて私は宿題を出したいと思います。そう、まだね多分言えないこともあるんですけど、やっぱり舞台をのことをぜひ言ってもらいたいなと思うので、舞台のことを質問にしたいと思います。リカちゃんへ、リカちゃんとこの間ご飯食べに行きました。すごいお揃いのこう何ポーチをくれて、それを持ち歩いて常に一緒にいる気持ちになってます。そうそうそう、舞台ね、舞台見に行きましたか皆さん。私はスケジュールでなかなか行けなかったので、配信とかもねあると思うので見たいなと思います。そうそう、あ、見に行った、おー、明日見に行きますっていう方と、昨日見に行ったっていう方もいますよ。わー、配信で見る、おー、一緒ですね。そう、リリアさんもね、リカちゃんもすごい、本当に写真だけ私も見てたので、今からすごい楽しみで、ちょうどその京都のリアルミーグリの時の行きの新幹線が隣で、そこでリカちゃんがずっと本当に台本の練習をしてたので、その相手役を私がちょっとセリフ確認のためにやったりとか一緒にしてたんですけど、やっぱり本当にすごい、セリフも頑張っ、なんだろう、すごい本当に頑張ってる姿勢が私も真横で見てて素敵だなと思って、そう、本当にぜひ皆さんにもね見て応援してもらいたいなと思いますし、私もね応援したいなと思います。なのでリカちゃんへ、舞台お疲れ様、舞台の見どころや思い出を教えてね。絶対ミルミンって書いとこうか。絶対ミルミン、ミンゴ、応援、応援してるよ。はい、書けました。そう、リカちゃんのね向けて、リカちゃんへ、舞台お疲れ様、舞台の見どころや思い出を教えてね、絶対ミルミン。自分で書いて恥ずかしくなってきちゃった。ミンゴってことで、はい、リカちゃんに宿題は出しました。そうなのよ、うん。盛りだくしょ。すごい、みんな引っ張るね。クラム、レイチェル、ミンゴ、MLB、はるか、盛りだくしょん。すごいいっぱいある。あ、そうだ、日曜日のリアルミーグリもあるんだ。今、日曜日、横浜を楽しみにしてるっていうね、メッセージをもらったんですけど、そう、今週の日曜日、19日は、リアルミーグリですね、皆さん。わーい。
ちょうど前回のシングルが1回あって、今回に京都でやったので3回目です。今から楽しみにしてます。そう、あだ名が長いってやっぱり突っ込まれてる。そう、リアルミーグルもね、本当にやっぱりもちろんオンラインもすごい一般話せるんですけど、やっぱリアルで見るとね、より直接近くで見れるので、それがすごい楽しいなって感じてます。そう、まだね、まだ舞台残ってるから言える範囲で言ってもらおうと思ってます。そう、また京都来てね。また京都行きたいな。確かに、いつ行けるかな。ぬいぐるみ抱えてって、こっちの子抱えようかじゃん、意外に時間ないな、短いね。八橋すごい大好きです。またね、次のシングルはオンラインのミート&グリートもあるので、皆さんぜひね、初めましての方もいろんなお話をできたらなと思ってるので、ぜひ皆さん会いに来てください。猫の手はここにあります。今日はちょっとちっちゃいですね、猫の手が。ほぼぴったりだけど。そう、クリスマスミーグル、ちょうど23日にプロスピがあって、イベント、いい日本シリーズがあって、24日に、オンラインのミート&グリートもあるので、皆さん、クリスマスイブの夜ですよ。夜でもないか、朝から夜か。クリスマスイブの一日を皆さん一緒に過ごしましょう。わーい、楽しみだ。あ、そう、ご帰省も今、そうだ、なんだっけ、新参者をねやってて、ご帰省は21日火曜日、え、もうすぐだね、からスタートします。今桜坂さんと日向坂さんをやってらっしゃるんですけど、乃木坂のご帰省はまた21日からということで、多分見に行く方とかもね、多いかなって思うので、皆さん、楽しみにしてましょう。本当に私もたくさん、いろはちゃんとかいろんな子から新参者の話を聞いてて、すごいみんな頑張ってるので、スタタンライブもあってね、それに向けてもすごい頑張ってるので、一緒にね、応援したいなと思います。さあと、この間ね、いろはちゃんとご飯に行った時も、ちょうどその時はまだ乃木坂配信中のギター企画が上がってなくて、昨日アップされてたのを見て、すごい素敵だなって思いました。そうなんですよ。まあ、そう、まさに盛りだくしゃんです。そうなんでね、いっぱい私ができることは少ないですけど、何か少しでも支えられたらいいなと思ってます。いやー、そうだね、最近どうよって最近、いやでもね、またある先輩とある約束をしているので、報告できるんだったらすぐに報告しますね。楽しみ。そうなんですよ。さすがクロミンだ。ありがとうございます、嬉しい。そう、楽しみんご。あ、スクショタイムやる？で、ちょっとやってお別れにしましょうか。はい、今日はね、耳つき動物と猫の手でいきます。何やる？いきます。はい、できましたか皆さん。そう、もうね、終わっちゃうんですよ。耳なし動物は今日いません。全部耳ありです。ということで、皆さんありがとうございました。月曜日から今週もね、一緒に頑張りましょう。皆さん、グッズの応募とかいろいろ忘れないでください。じゃあまた、バイバイ。ありがとうございました。月曜日から、バイバーイ。
お疲れ様、ありがとう。バイバーイ。